ペフェスやったっけ？やってなくない？なんか一回エペ祭りかなんかで一緒に通話、うん、そうやな。エペフェスは多分やってないな。やってたっけ？やってた。ちょっと待って、ね、やってたっけ。まあそういうことにしといて、まあ久しぶりなのは変わらないから、まあそうだよな。今日はどうぞよろしくお願いしますと。お願いします。まあラスは魔王って呼ばれてるやつの腕前ちょっと見てみようかなって。みんな私さっきさ、まあ、どんなもん、うん、ラスにさラスト DM しててさ、何時からできるのできるみたいな。私さ普通に漢字でさ何時って送っちゃってさ、あ、やべえって思ってさ、うん、なひらがなに直そうと思ったらさなんか時間送られてきてさラス漢字読めるようになってるんやと思ってビビったんよな、マジで。いやいや、そのぐらいは読めるよ。読めるのすげえよ。日常会話で結構使うやつはね。いや、マジで偉い。いや、結構ね、自分ながら偉いと思ってはいる。いや、偉いよ。天才だと時々思っちゃう。天才だよ。いや、そんな褒めんな、甘えるから俺。もう勉強しなくていいやんと思うじゃうから、マジで。褒めるのやめて。じゃあ勉強しろ。じゃあ勉強しろ。そんな厳しく言うのもやめて。いや、なんやねん。わがままだな。わがままやな。